立浪監督がいつ辞めるのかに注目が詰まっているドラゴンズ。後半戦も阪神に3連敗をして借金も最多を更新している。3年目もこのままでは最下位で終わってしまうのだろうか。順位は別として借金の数が減っているので立浪監督を評価したり、観客動員が増えていることからチームが強かった落合監督時代と違い評価されているとかくだらない意見はやめてほしい。シンプルに勝つか負けるかが勝負の世界である。監督に求められるのは責任であり人気ではない。もし人気で監督が決まっているのであれば選手に失礼である。そんなドラゴンズもポイントとなる試合が今日である。唯一無双状態で確約しているのが高橋宏斗である。規定投球回には少しに達していないが防御率は驚異の0点台である。そんな高橋が今日先発であり連敗を止められなかったら大変なことになるし、立浪監督の決断がされることになるかもしれない。今日負けたら最下位を独走する可能性が高まるので注目です。高橋宏斗で勝てなければ2桁連敗もありそうな雰囲気になってきましたから、あとは誰が先発するのかな。梅津に小笠原あたりでしょうかね。ヤクルトみたいに打線の強いチームならピッチャーが少々点を取られても逆転してくれる期待が持てますが、虎の打線では23点取られたら万事休すだからダラダラ負け続けて立浪さん休養の方が CS 出場の望みが少しはあるかも。ですよね。ヒロトの登板日だけを楽しみにしてる竜ファンは結構いるだろうな。今回の登板もヒロトらしい迫力ある投球を披露してもらいたい。タッツ&ツシ、約3年の低たらくの責任をマジで取る時なのでは。どこぞの知事のようにしがみつくのは良くないのでは。残念無念、高橋ヒロトが投げる試合しかほぼ勝ててない状況の今、たとえヒロシトがゼロに抑えても野手が点を取らないと勝てない。こことしたら10連敗だって全然ある。広下には怪我なく頑張ってほしい。こんなチャンスあんまりないから、チームが来年1個曲がり間違って CS 争いしたら登板や投球回なんて構ってられないもんね。調子のいい今年のうちにまずはタイトル取っちゃってください。チームはこんな状況なので、ライデル最優秀救援と細川最多安打と広下の最優秀防御率は取ってほしいです。応援してます。高橋宏斗が勝ってローテーション組むと1勝もハイペース W。 往年の国鉄スワローズの金田翔一さんの再来かもしれないな。強いチームにいて日本でやり続けたら400勝投手になれるかもしれない。連敗ストッパー宏斗、もしも KO に合格してたらドラゴンズは暗闇暗黒に。先発投手では唯一絶対神、彼が投げる時はそのピッチングが見たい。今中さんの時がそうだったように、もうペナントレースへの熱は冷めましたが、広下だけはつく応援し続けます。先日の阪神3戦目では9回に追いつくも続く後期で勝ち越せず、さよなら負けで5連敗&借金11とは一体どのようなことなのだろうか。いよいよ立浪解任、監督交代ですね。2軍が良い例、片岡から井上監督になってこうもチームが劇的に変わるのかという。2年連続再開の立浪監督とその片岡がタッグを組んで好転する要素は何もなく案の定の結果。本来なら後半戦スタートから交代してほしかった。今からでも井上2軍監督が指揮を取れば少し流れも変わる気がします。井端さん、来シーズンの組閣準備をお願いします。立浪監督も勝つ気ないですよね。勝つ気あったら代打中島はないです。そもそもベンチに中島を置いているのは勝ちそうになった時の自動アウト要因で、違和感なく負けるための回し物なんじゃないかと疑ってしまいます。さすがに真偽を説明すべきです。詳しく知らない人が見たらわざと負けてるように見えると思いますよ。今日の不可解采配後等には悪いけど、福永の調子も考えればセンターカリステにして福永をファーストでいいんじゃないか。6回を安定して任せられる投手いないため、松葉続投で良いところをなぜかいは2系投、そしてその岩は失点後になぜか清水が登板。それやるならまず6回清水でよくないか。9回表につないでつないで奇跡的に中田のタイムリーで追いついた後、奇跡的に龍空がつないだその後の岡林、その岡林が3ボール1ストライクになった状況でなぜ一旦岡林に1球見送らす指示を出さなかったのか。ど真ん中ならまだしも、あんなインハイの球を見送れば押し出しで勝ち越しの場面だったのに、案の定その後の高めの甘い球を見逃した最悪な結果に、代打中島は、どうせその後にはキャッチャー石橋出すんでしょ。なら結果問わずあの緊迫した場面を経験させてやれよ。そもそも中島は打率000なんですけど、長々とすいませんでした。よく追いついたと言えるが、あそこまで来たら追い越さないといけなかった以前同じことを言ったが、立浪さん割と中盤あたりからどんどん野手をつぎ込んでいく。その場で必要なのかもだが、もし延長になったらと想定はしているんだろうか。やはり中島をもう1軍団で起用は厳しい。あと11回ライデルはちゃんと本人は想定して準備できていたのだろうか。セオリーで言えばクローザーはリードしたのちか最終回、この辺りが非常に疑問である。なんやかんや笑える攻撃をしていたジュニドラだが、
3回表の大島の打撃が印象的だった。一死三塁のチャンスで当てに行ったスイングでレフトフライからのタッチアップをするもダブルプレー。野手の間だった率上コスヒットを突きが全くない打撃。浅い打球で犠牲フライにもなってない。あんな打撃を称賛してきたから他の選手も真似してよくて、タンダマンばかりの各駅打線で重度の貧打打線が何年も続いてきた。選手も監督も考えすぎじゃないのか。面白いほど国旗で打てない。高校野球のように思い切って打て。結果を恐れるな。三振かホームランかでいい。そんな声かけができればこんな惨憺たる負けの状況にはならなかったと思う。まあ、これも束ねる監督の器だけれども、中継ぎの起用の仕方まじ考えた方がいい。ビハインド、同点、リード時どこでも投げる投手に対しての配慮がなければ、抑えられるものも抑えられなくなる。投手陣崩壊に向かうだけ。投げる選手も役割が明確でないと、準備もしづらいのでは。負けパターン、勝ちパターンは完全に分けるべき。同点時は難しい判断になるが、中継ぎもロテのように休ませる必要もあるのでは。首脳陣、監督は考えないのか。負担が大きすぎる。中継ぎ陣は攻められない。順位を諦めたおかげで今日の試合は楽しめました。3対1で負けるだろうと思っていたら、なんと9回に同点。欲を言えば勝ち越しまで行ってほしかったですが、まあいいでしょう。ヤクルト戦も毎日その日の試合を勝てるように頑張ってほしいです。オールスター休み中の解説者が口を揃えて、まだこのゲーム差ならいけると言っていたところをあっさり覆してゲーム差を広げるミラクル。借金は気が緩むと雪だるま式に増える。来週広島で負けたらアウトだな。点取れなきゃ勝てないし、多分ヤクルトはヤフーレでしょ。対中日は2勝1敗だけど、その1敗はディカーソンの自己ホームランの1点のやつ。多分また打てないのでは。スタメン見てダメだと思ってました。まあこうなるのは当然の流れ。これからも大型連敗へ確実に向かうでしょう。監督休養、中日球団として動くべきなのでは。勝つ要素がそもそもない。秋のドラフト補強、来季への組閣含めて悪い流れをつけないようにしないと。今の状態では選手の士気も下がる。3年連続再開なら立浪を招聘した球団社長、大島オーナーも当然ながら責任取るべき。いちいち打順変えすぎだと思う。OPS 順に打順を組むのが理想というか普通だと思うけど、最悪好き嫌いで選んでいいから守備地も含め打順も固定してレギュラーを決めちゃった方がいいんじゃないの。知らないけど、あとは、ビシエドは使わなくて中田翔は使う意味がわからない。これは好き嫌いだろうけど、最悪だった去年のビシエドより中田翔打ててないし、ビシエド使ってみてみるか。福永使いたいんなら福永ファーストでもいいと思うけど、中田翔は代打でいいんじゃないの。中田翔派勝負強いところあるから、代打向きだと思うし、チャンスに滅法弱く得点力がない。先発が手薄の状態に加え正式用、采配も恨め恨めとなればこの位置にいるのは仕方ないですね。しかし皆さん言っているが中島一軍は、どう考えてもありえませんね。あのスイングを見て本当になぜ何度も何度もチャンスで使うのかと思ってしまいます。信じられません。今年は去年とは違うと力強く言い放つも、また定位置に戻ってきてしまった。去年よりはマシな再開だということか。5年契約らしいので、あと2年。5年連続再開という前人未到の大記録も見えてきた。いよいよ立浪解任。監督交代ですね。2軍が良い例。片岡から井上監督になってこうもチームが劇的に変わるのかという。2年連続再開の立浪監督とその片岡がタッグを組んで好転する要素は何もなく案の定の結果。本来なら後半戦スタートから交代してほしかった。今からでも井上2軍監督が指揮を取れば少し流れも変わる気がします。井端さん、来シーズンの組閣準備をお願いします。たらればの話ですが、9回表で岡林か中島のどちらかで勝ち越してたら、裏に登板したライデルが抑えて勝ったでしょう。そうならないのが今のドラゴンズです。10回からは一人もランナーを出せず、流れは完全に阪神に傾き、セーブシチュエーションじゃない場面でライデルが登板し、たった4球でサヨナラ負け。選手の使い方次第で、モチベーションも全然違うのでしょうね。プロ野球って恋に負ける敗戦行為をしたら選手監督コーチ誰でも永久追放になるっていうルールあったと思うのですが、2軍で3割打ってるビシエド代打の切り札で使わず2軍で干して、今シーズン未だノーヒットでスイングからして、もう衰えが顕著な中島を大事な場面の代打で使い続けるってこの敗戦行為に該当しないのでしょうか。やはり立浪監督には再開がよく似合う。本人はベストの采配をしているつもりだろうが、実際にはこれだけセオリーやデータに反したことをやっていれば勝利の女神が微笑むはずもない。ミラクルを起こしたいとか言っていたが、この3連戦で一つも勝てなかったことはまさにミラクル。この采配で5連敗がたった2度目だったり、前半戦2桁借金しなかったり、
昨日まで最下位じゃなかったのが逆にすごいと思えてきた選手は成長してるから、来年に頭を切り替えて頑張ってほしい。秋に立浪続投という四字熟語だけにないことを本気で祈ります。今日の不可開催敗後等には悪いけど福永の調子も考えればセンターカリステにして福永をファーストでいいんじゃないか。6回を安定して任せられる投手いないため、松葉続投で良いところをなぜかいは、2系統そしてその岩。は失点後になぜか清水が登板。それやるならまず6回清水でよくないか。9回表につないでつないで奇跡的に中田のタイムリーで追いついた後、奇跡的に龍空がつないだその後の岡林。その岡林が3ボール1ストライクになった状況でなぜ一旦岡林に1球見送らす指示を出さなかったのか。ど真ん中ならまだしも、あんなインハイの球を見送れば押し出しで勝ち越しの場面だったのに案の定その後の高めの甘い球を見逃した最悪な結果に、代打中島は、どうせその後にはキャッチャー石橋出すんでしょ。なら結果問わずあの緊迫した場面を経験させてやれよ。そもそも中島は打率.000なんですけど、辛いね。悲しいね。みんな、ドラゴンズが好きだから愚痴や怒りも出る。選手は頑張っているとは思うんだけど、首脳陣含め覇気がないように感じてしまう。負けているからだと思うけど、もっと投手を出してほしいな。中田、中島他球団にいた時はもっと投手向き出しでピッチャーに向かっていってたと思うんだけど、これも監督含むチームカラーなのか、高校野球野球みたいに泥臭く野球をやって、負けても納得したいな。お願いします。最近の中日の定位置に収まってしまった。残念ながら、このまま借金は増え続けるのだろう。今後借金が減ったとしても、勝率5割までチーム成績が向上することは、現時点のチーム成績、試合内容では期待すらできない。そもそも、戦力が豊富でもないチームの監督が、現時点でスタメンをある程度固定できないチーム状態にしている時点で、最下位になるのも当然だろう。今後は、誰が個人タイトル争いできそうか、監督がいつ変わってくれるのかぐらいしか楽しみがない。思えば昨年も最下位の好だったシーズン後半に監督の去就が話題になっていて、実際はどんな契約になっているか不明だが、球団は続投を発表した。その結果がこれ、連続最下位から、3度目の正直と出るか、二度あることは三度あると出るかだったが、見事に後者だったな。球団が本当に来季以降のことを考えてるなら、これからすることは一応だ。甲子園の雰囲気にこっちが勝手に自滅したのもあったが、それ以上にスタメンを極端に変えすぎるし、得点機で余裕がない。追いついたという意見もあるけど、相手投手がアップアップだったのに助けてしまった。ライデルを出したのも一番だったので信用したつもりだったかもしれないし、登板間隔も含まれていたと解釈している。その前のバントや守りのミス、それにボールの見極め、結果が出ていない中島、監督や一部のコーチの責任は大きいけど、それ以上に現況の親会社とフロントを抜本的に改革しないと立て直せないね。阪神とのチーム状態の差を素直に認め、受け入れなければならないけど、こっちが相手に勝ちを譲っているようなもの。